高木政権は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。十郎左衛門、伊見名は、森行友、美濃国高須城主、豊臣秀吉に仕え、九州平定、小田原征伐に従軍。その功として、文禄元年、美濃高須城主として、海、西郡、石津軍内において一万国を領した。慶長五年の関ヶ原の戦いでは西軍に組みし、 前哨戦において巨城高須城の守りを固めていた。そんな折に東軍に属した徳永受賞が会場を促しに来た。臨時の西軍に属した丸も権利の福塚城が落城し、森県は東軍との戦力差を感じていたが、近くに同族が守る城もあり、不戦敗では面目が立たない空砲を打って空戦を演出した上で城を出て降伏したいと願い。 話し合いはまとまった。しかし、8月19日、徳永受賞と、一橋長勝が、平戦予で攻めてきて、空砲どころが実弾を撃ってきたので、欺かれたと思い、抗戦こそするが、上兵の士気が低く、支えきれずに船で演者の高木八郎左衛門正サが、守る津屋城へ退却した。しかし、こちらでも一緒に東軍と戦うが、コースしきれず、正サイともども、 大垣城に退却した。戦後、没落した森県は、出雲国松江藩の堀尾義晴の触覚となり、同地で没した。ありがとうございます。